こんな形の機械生命体、記録にありません。脳内でダメージを受けると機体に不具合が生じるから気をつけて。トゥビー、私は私は美しくない。アンドロイドの死体、アンドロイドの死体を再利用して攻撃してきてる。いや、これはブラックボックス信号が確認されています。生きたまま兵器に改造されてるんです。すぐに終わらせる。ハッキングパターンの解析が進みました。僕は相手に逆ハッキングを仕掛けます。援護してください。了解。敵の自由データに大攻撃。
速やかに破壊しないと記憶領域に重大なダメージを受けていた。助けてくれてありがとう。ああ、ハッキングのことですか。僕たちスキャナーモデルにとってハッキングは得意分野です。いつでも援護しますよ。アンドロイドたちを助けないと。ダメです、回路が全部焼き切れてます。敵のシステムによってかろうじて生き延びていただけみたいですね。そう。ねえ、トゥビー。何？あの機械生命体、なんだか不思議なことを言ってました。まるで感情が。機械生命体に意識なんかない。そう言ったのはあなたよ、ナインエス。そうですね。敵？
私、敵じゃない。あなたたち、壊れた機械生命体倒してくれた。機械生命体がこんなに言葉を使えるなんて。お礼する。私たちの村に来い。罠かもしれませんが、とりあえず情報収集のために行ってみましょうか。あれは？ああ、トゥービーは見たことなかったんですね。あれは地上からバンカーや月面の人類基地に向けて資材を打ち上げているんです。宇宙空間では資材も燃料もありませんから。なるほど。どうして機械生命体やそれを作った宇宙人はバンカーを直接攻撃しないんだろう。もともと宇宙から来てるはずなのに。その原因についてはいろんな議論がされているんですけど、結論は出てないんですよね。宇宙人の考えることはよくわからないです。全員が白旗。戦う意志がないってことでしょうか。まず最初に聞いていただきたいことがあります。私たちはあなたの敵ではありません。トゥービー、機械生命体の言うことなんて信じちゃダメです。
妹思いのお姉さん。ていうか機械生命体の姉妹って変な話ですね。同じ工場で作られたとかでしょうか。さあ